お、上智時代だったな。あ、もうそれはね、論文。論文、論文書くのが自分はめちゃめちゃ苦手だったし、マジであんまり好きじゃなかったんです。で、あの研究はすごく楽しかったの。だから黙々と本読み漁って、黙々と知識蓄えて、こういう風にお話をうんうんって聞いてくださる親切なお兄様たちおじ様たちとバーとかでそういう談義をして、それで満足しちゃうタイプだったの。でも学術アカデミックの世界でそれじゃダメなんですよね。やっぱりきちんと論証して、 A 上に B、 B 上に C で、 C だから A ですよってちゃんと返ってくる論法で立証しなきゃいけない。でもその、ね、立証がめちゃくちゃ自分は好きじゃなくて、大変です。そうだから結局自分は趣味リサーチャーだったんだなって悟っちゃったの。だからそう、論文書いて世間に認められて資格を得て、なんだろう、講師から准教授、教授って出世したい人じゃないんだなってなっちゃったので、バンってシフトチェンジして、そこは目指しておいたんですか。最初目指してました。なるほど。教授たちがみんなすごく輝いて見えて、あ、はいはい、それこそなんだろう、中学校高校の先生たちとまた違った、そうですね、はい、面白さがあるじゃないですか。ね、もうそれこそ髪の毛とかもさ、金髪だったり、あ、びっくりした、光っちゃってってそういう話髪の毛ってたから光っちゃってそういう話なのかと思って光っちゃってる方もいっぱいいたんだけどストレス大変ですからね、大変ストレス溜まるからね、髪の毛に来るんですよね。特にヨーロッパの先生とかも多かったから、日本人よりね、あのつるりやすいっていうか、つるりやすいっていう方が多くてね、毛根弱い方が多くていっぱいいらっしゃいましたけど、ちょっとまあそれさておき、ちょっと派手髪の人とかもいたよね。それから服装もすごいファンキーな、もう御年ね50代ぐらいの先生がマルキューで全部お洋服買い揃えるの、ギャル服とか着てる先生とか、ファンキーだから、ああいうの見てると、あ、自分は中高の先生にはなるの難しい、だから教員免許を取るコースには行かないけど、大学生は教えたいかもと思ってた時期、はいはいはい、でも蓋開けてみれば論文をきちんと書かなきゃいけない、人付き合いもうまくやって学会にどんどん関連して、はいはい、発表するなり論文書いて認められるなりで、あ、これはちょっと自分に向いてないって、そこがで、半ば破門トッキーから聞いたら分かると思う、半ば破門ですね、何それ喋れるんですか。喋れます。まあね、カトリックの大学だったんです。で、まあもちろんカトリックないしはキリスト教をまあ肯定する、はいはい、賛美する研究っていうのは当然ながら歓迎されますよね、はい、でそうじゃなくてもキリスト教を否定しない、または全く触れない研究も良しとされますよね、はい、当然ながら、はいはい、自分がね研究してたその古英語ゲルマンの文化っていうのは突き詰めちゃうと、キリスト教徒っていうのは侵略者で、はいはいはい、それを追っ払ったり、それとそれに抗うためキリスト教文化を最後まで入れないために抗った人たちの文学なり魂の叫び、はいはいはい、だから結局ね、自分が研究してることってね、いろんな先生たちを不快にさせるキリスト教信者の先生とかもいっぱいいたので、はいはいはい、を不快にさせる研究だったんです。でだんだんちょっと学会にも居づらくなっちゃったり、はいはいはい、まあだからそれをなんかゲルマンをね専門してた人たちの学会は居心地が良かったんだけど、結局自分が所属してる大学の研究会の中ではちょっとね肩身が狭い、居心地がだんだんちょっとこう苦しくなってきちゃって、でもそういうこともいろいろ重なって、いろいろと自分はこの世界に縁がないのかもってずっとここにいて苦しくって、それこそね本当に般若波羅蜜多じゃないですけどあの苦行を強いられ続けるならば、もうちょっといろんな世界を見てみたいと思って飛び出した。はい、飛び出し方がすごいですけど、もともと芸能界にもいたし、もう一回ちゃんと戻って、へえ、どこまでやれるか試そうって、うん、そんな感じだったんですね。はい、まあ、そういう、まあ、確かにそうですね、キリスト教と、まあ、そうですね、入試問題でキリスト教と進化論は共存できるみたいな問題を出す大学ですから。ああ、そうなんだ、それ知らない。いや
ことも昔そんなことを書かせるのね。それは大学生書かせるつか、いや英文がそういう英文が出たりとかしたことが結構ありましたから、ね、だってそれ大学受験で高校生にそういう、そういうことも結構まあいろんな大学が出したりしましたからね。その大学そう研究して、はい、夜は六本木に行ってみたいな生活だったんですか、うん、そうです。で、まあ昼も時々授業サボって六本木行って昼もすごっ、歌舞伎町行ってみたいな。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.